参政党、武田邦子教授、参政党事務局が共産党を目指してると言ってる。参政党、武田邦子教授、選挙前に言ったことを選挙後もやろうじゃないか、その後裏切られた、などでご紹介した武田邦子教授の参政党とのあれこれ、保守党に追い風とお伝えしていましたが、さらなる展開がありそうです。令和5年11月14日、百田直樹、有本香里のニュース生放送朝8時、第246回。やっぱりね、人はね、人の信頼を絶対裏切ってはいけないです。これはね、これは男の生き方としては最低の生き方ですからね。まあ私もたくさん裏切られてます。百田さんはね、だけどね、2年前のね、武田先生の本当に晴れやかなお顔してらっしゃったから、ただその間も私はちょっと政治活動始められてからはですね、ほとんどなかなか会う機会がなかったんですけれど、ものすごいスケジュールで動いていらっしゃるっていうのは知ってましたから。スケジュールすごいですよ。もう80にもなろうかというご老人ですよね。それが日本全国、北海道からも九州までですね、毎日毎日行って、その行く先々でですね、もう3つも4つも講演というか話するわけですよ。会場行ってね。あれもめちゃくちゃですよね。私その時いろいろ昨日武田先生の秘書の方、プライベート秘書の方ですね、いろいろ話聞いたんですが、いやもうすごかったですよ。一つ公演が終わると疲労困憊して床に寝てたらしいです。ベッドとかないからね、床に倒れてずっと30分ぐらい寝て、ほんで先生次のとこ行きますよとまた起き上がって、それでまた行ってたというね、こんなスケジュールをずーっと繰り返してて、これもね、高田先生はなんとか神は男にしたい、ごめんなさい、それだけじゃなくて、日本がこのままだとダメだと、自分はもう死んでもええから頑張ろうと、そういう思いでやってきた、これをね、この気持ちを踏みにじったっていうのは本当は許せないですね、私は。とのことでした。武田教授が党員じゃない件について、参政党での大変なスケジュール、このあたりについても説明されます。もっと詳しい情報は、百田直樹チャンネルの有料部分で語っておられるようです。そして、ヒートアップしていく、百田直樹先生。まだ何がね、あったかって、すべてわからないところもあるんですけれども、これはちょっと、私もなんでかなと。さっきの立候補の話もありましたけどね。だから武田先生立候補する気なかったんですよ。入院中に武田先生が立候補するって勝手に言われたもんで、本来ならちょっと待ってくれ、私はやりませんというとことなんですけど、まあいいやと、もうそれでもね、それでも私が名前が入ることによってそこに党の票が入ったらそれはいいやろということで、あの人を開き直ってまあええやということやったんですよね。ところが直前になってですね、投票直前になって、武田先生あんた党員じゃなかったないですよと、これもねある人から聞いて分かったんですよ。武田先生が当時、ぜひ党員になってください、党員になってくださいっていろんな人を党員勧誘しました。ほんで武田先生の友人にですね、ぜひ党員になってくださいと、そしたらその人が分かりましたと、じゃあちょっと申請するのに武田先生の党員番号教えてくださいみたいなので、僕の党員番号知らないと武田先生自分ね、ちょっと自分問い合わせてみようと問い合わせてみたら、武田先生党員じゃありませんと。これね、実はね、ものすごいいやらしい陰謀が考えられるんですよ実は。まあまあそんな話はね、そんな話はもう今日はここぐらいにしましょう。分かりませんからこれ本当に。あのね、僕は分かってるんですけど、分からないっていうのはごまかしなんですけど。それ百田さんの番組をね、見ていただければいいじゃないですか。それ百田さんの個人番組の方で。水が絡んでどっちもどっち言うのは僕一番嫌いなんで。ごめんなさい、これはねニュース解説じゃないから。分かってる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 から分かってるから分かってるから分かってるけど分かってるけど、あれはダメです。ほんでね、置いときましょう。でもね、武田邦子先生近々朝8時に登場します。はい。でね先生ね、この前名古屋でね、川村市長とも長い付き合いじゃないですか。2度ぐらい会われてるんですよね。10月に2回ですかね、確か。はい、会われてるんで、その時にね、そのうちの1回の時にまた瀬尾さんに電話かけてこられて、その場からね、その場から電話かけてこられて、それで今度会いましょうと、有本さんも含めて会いましょうということだったんですけれども、いやそんなのさ、私の電話番号知ってんだから私に電話かけてくれればいいのに、スケジュールを調整してくださいって瀬尾さんに電話かけたっていうね。とのことでした。分かってるを連呼した後、武田教授の出演を宣言しました。これは妄想想像憶測ですが、本当はまだ伏せておくべき情報だったんじゃないでしょうか。有本さんに制止されたものの、せめてこれだけでも言うたるという意気込みを感じました。
武田邦子教授は帰ってきた虎ノ門ニュースに12月8日、12月22日に出演するとのことです。さらに朝八も出演するとなると、あれ？ポンジャ？ NJ は？以前、須田さんが闇鍋に武田教授を呼ぼうかと言った際に相当忙しいとおっしゃっていたにもかかわらず、入足には出演したことがあったことを、武田邦子教授入足に出た闇鍋は？という動画でご紹介しました。今後、ポンジャ、NJ に出演する可能性もありますが、朝8帰ってきた虎ノ門ニュースにとって追い風になりそうです。健康くんは日本ジャーナルの略称がポンジャ推しなのを隠さなくなってきたね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。